キチャンネル。金曜日です。総チェック。はい。ということで、交流戦2024ね、日本生命、セパ交流戦、始まりました。ね。まあね、交流戦の解説でも言いましたけども、18試合しかない、けれど18試合が大事っていうね、ところで、交流戦終わった時にどういう浮き沈みになるのか、まあ初戦からね、どういう戦いになるのか、まああと梅雨時だからね、まあ雨の状況、あとはまああの中止、コンディション調整、で、そして交流戦はね、3週間連続6連戦になりますから、ね、そこら辺のピッチャーのマネージメント、ね、仮に雨で中止になったら試合はないけども休みなく、ね、2週間連続休みなしっていうのもね、月曜日に予備日が入るとね、出てくるっていうところでね、どういう戦いをしていくのかっていうところが大事の中で、まずね、初戦、雨でね、阪神対日本ハム中止になりましたけども、その他ね、解説していきましょう。ということで、神宮球場ね、佐々木五十嵐と一緒に富士テレビ版で解説してましたけども、5対3でロッテの勝利というところでね、5回終わって雨天コールドね。まあ、この試合ね、ロッテ先発小島ローテーションを変えてまでね、この交流戦の初戦に持ってきたというところで、5回95球7安打7三振1四球3失点と、まあ、まあ、ほんとね、解説の時も言ったけども、ちょっとね、鳴瀬病が入ってるね。ちょっとあの、基本リーダー、必ず1本ずつ打たれるっていうところでね、5回にサンタナのホームラン打たれて2点差になって、まあ終盤ね、どうなるかわからない中で、まあロッテとしたらね、幸運の雨っていうね、仲間ありましたし、ヤクルト先発吉村、4回3分の2、104球、11安打、8三振、2四球、5失点っていうところで、まあ変化球高かったね、全体的に。まあストレートは力あったかなと。あとロッテ打線がね、その変化球を、まあミーティングで狙っていこうってなったのか、意識高くいこうってなったのかわかんないけども、その高めに浮いた変化球をね、すべてやられて、まあ、っすぐはね、そんな引っ張られたっていうのはね、あんまりなかったんで、変化球の意識っていうのがね、あとは逆方向の意識はちょっと高かったのかなと。その中でね、初回、2アウトからね、長岡がライトスタンドでホームランっていうところでね、スライダーをね、肩口から入ってきて。まあこの日ね、交流戦の、あの、イベントでも言ってたけども、ね、佐藤投手は保守、ね、長岡選手インコース強いんでね、アウトコースで勝負しますって言ったら、長岡選手が、じゃあ、踏み込んで打ちますって言ってね。まあ、結果その通りね、3安打っていうところで、しかも全部外の変化球ね、素晴らしいバッティング。ね。で、先制するけども、ロッテはね、2回表、ワンアウトからね、佐藤のフォアボール。だからこういうちょっとずつのフォアボールが吉村としては痛かった。いや、安田ライト前ヒットで佐藤としては3塁行って、で、ワンアウト1、3塁からずっとね、セーフティースクイズの構えしてボール、構えしてボール。まあ、この1、3塁ね、ファーストのオスなんかファーストベースついてるっていうところで、このセーフティースクイズが一番効くのはね、1、3塁なのよ。ファーストの出足が遅くなるから。4球目ね、きっちりファースト、セーフティースクイズ決めて、ね、1点、同点に追いつく。これすぐ、このね、セーフティースクイズ何気に大きかったね。でもここね、オスナが無理にね、ホーム投げようとして、ファースト内野安打にさせるっていうね、もうあそこは、もう序盤なんだから、もうきっちりね、その後のアウトを取ってってやっていかないと、で、ピッチャー小島がね、送りバント。まあこれも解説中だけどね、六大学出身、DH がないっていうところでね、全員とは言わないけども、山崎幸也とかね、森下とかもそうですし、中川ね、DNA の。やっぱりね、このね、六大学出身の選手っていうのは大学時代4年間ね、しっかりやってるっていうところで、きっちりバントも決めてね、ツーアウト2、3塁チャンス作るけども、岡はね、ショートゴロ。まあ、1対1のね、同点にすぐさま追いついて、3回、高部のライト前。で、角中がね、ライトスタンドでツーランホームラン。で、佐藤としてはレフトスタンドツーランホームラン。2者連続。まあ、この、角中のホームラン大きかったね。どっちになるかなっていうところでね。で、一気に3点取って、4対1。でも3回裏ね、すぐさま、長岡の、タイムリーツーベースで1点返す。でも5回ね、ノーアウト満塁から安田のね、犠牲フライで、1点を返して、でも5回の裏サンタのホームラン。だから、一進一退で行くんだけどね。本当これ終盤まで行ってたらね、どうなるか分からなかったけども、しっかりね、ロッテが雨でね、逃げ切りがちっていうところも大きかったし、まあヤクルトとしては2回裏ね、オスナがツーベース、山田哲人がね、センターオーバーのツーベースを打って、で、ノーアウト2、3塁チャンスを作りながら、中村並木、そしてね、吉村と、まあ1本出ずね、1点取れなかった。ここの攻撃痛かったね。でもこれね、オスナの走塁はね、これでいいだよ。ライセンターね、取れるか取れないかどっちかだから、ノーアウトっていうのはタッチアップ優先だから、まずタッチアップ入って、万が一ホームに帰れなくても、ノーアウト2、3塁で勝負できますよっていうところが勝負どころだから、これはね、正直ね、この走塁は間違いじゃない。でも、ノーアウト2、3塁から中村ファーストゴロね。で、これ並木、ここでセーフティースクイズしてもよかったかもわかんないね。ロッテと同じようにね。で、これセカンドゴロでホーム奮死して、オスナがね、まあ1点取れなかった。ここがヤクルトとしては大きかったかな。でも、雨がにね、恵まれて、ロッテがね、先勝でした。29日、ヤクルト対ロッテ、3対3の引き分けっていうところになりましたけども、ロッテ先発谷内、6回74球、4安打7三振、2つのデッドボール3失点。で、ヤクルト先発岡は5回3分の2、83球、8安打2三振、1四球2失点っていうところで、
まあ、両投手ともに、まあ、最低限のピッチングはね、できたかなっていうね。その中で、1回裏ね、先頭西川デッドボール。で、長岡サンタナアウトになるけども、2アウト2塁になって、村上がね、レフトへ先制タイムリーヒットっていうね、初球フォークボールいいところに行ったんだけども、このワンボールツーストライクの勝負球の方向が高めに浮いてね、で、それを村上もね、無理に引っ張りにかからないで、逆方向へレフトっていうところでは非常にいい形だったし、まあ、ヤクルトはね、前日、雨でね、コールド負けで負けてるっていうところでは、先制ね、いい形の先制点にね、なったかなと。そしてロッテはね、4回の表、ね、先頭外センター前、角中がね、左中間へツーベース。で、ノーアウト2、3塁になってから佐藤俊哉のファーストゴロの間に1点。ここはもうね、1点やってもいいよっていうね、後ろ下がってたんでね。で、ワンアウト3塁から安田ね、センターへ勝ち越しタイムリーヒットっていうところで、まあこれもね、小川としては打ち取ってんだけども、ピッチャーの頭をゴロで越えていって、まあコースヒットでね、抜けていくっていうね。で、ここで、2対1逆転。これ全くね、前日と同じようなね、展開。ね。その中でね、5回、ね、青木がレフト前ヒットね、これうまかったね。で、まあね、この守備陣がね、ちょっとシフト取ってたことによって、一塁線空いててね、普通のポジショニングだったらサードゴロだったけども、それが抜けていくっていうね。で、レフト前ヒット。で、なんとここで、国立競技場でヴェルディ対レアルソシエダの試合が行われているっていうところで、花火がバンバン上がってる。だから俺、まあ、イベントごとだからいいとは思うんだけども、その、当事者たちは知ってたのかなと。まあもちろんヤクルト球団は知ってるだろうけども、ロッテ球団は知ってたのかなと。で、ロッテ球団は知って、それは監督知ってたのかなと。で、監督知って、それは種市も知ってたのかなっていうところで、そこら辺は全員に共有されてたのかなっていうね。あとはまあ、その、両隣で試合、しかも公式戦してるわけだから、まあイベントごとだから、まあ賛否あるからね、俺はもう何がいいかわかんないけども、そういう、試合が中断するような、どっちかの試合が中断して何かを待たなきゃいけよう、待たなきゃいけないようなイベントってそこまでしているんかなって俺は正直思う。お互いがお互いの気持ちに寄り添って中断しないやり方もあったんじゃないのかなっていうところは気になるところですけど、皆さんどうですか？ね。で、その中でね、若干リズムを崩したんだろうと佐々木思いますけども、中村にデッドボール。で、ノーアウト一塁になって、小川が送りバントを決めて、ワンアウト二三塁から西川のね、セカンドゴロの間に行って。まあ、これはね、二遊間いいところに転がったからね、ちょっとホームへの処理は難しかった。で、ツーアウト三塁から、長岡がね、あとフォークボール、センター前というところでナイスバッティングで、勝ち越しの、3対2。まあ、このままね、試合は終わるのかなっていうね。しかもね、ロッテとしたら15安打打ってて、まあね、この最終回まで2点しか取れてないからね、ここら辺は打順の絡みとかも打順の兼ね合い。だからもう、ね、変えていかなきゃいけないよね。つながりがね、悪いっていうね。まあその中でね、9回、ワンアウトからね、小川の内野安打。これもね、セーフティーとか、今までもセーフティー結構やってきたし、この試合も初球セーフティーやりに行ったから、まあ村上が前でできるんだよね。それによって、大きなワンバウンドが村上の頭を越えていくっていうところで、こうやって日頃ね、セーフティーとか足を見せることによって守備体系が変わって、ね、ヒットゾーンが広がるっていうところではいい形のね、内野安打。で、アイトがライト前ヒット。このライト前ヒット大きかったね。で、2、ワンアウト1、3塁から代打ポランコ。DH がないから代打ポランコ。で、ライトにタイムリーヒットで同点。で、この後ね、友杉高部でロッテ決めたかったけどね。まあ、決めきれずっていうところでね。まあ、あとは両チームともね、なかなか得点もできず、ピッチャー踏ん張って、ね。ロッテは、坂本、岩下、増田、沢田、国吉、鈴木。ね、ヤクルトは山本、木澤、田口、石山失点するけれども、大西、長谷川、星とね、まあなんとかね、踏ん張って3対3のね、引き分けっていうね、ところでしたね。さあ続いて30日、ヤクルト対ロッテ3対3、こちらもまた引き分けということで、このカード1勝2分けで、ロッテの勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、ロッテ先発西野、6回115球、7安打5三振、1四球3失点と、ちょっと球数多かったかな、フォアボールもね、1個しか出してない中でね、まあ、なかなかそこら辺はね、厳しい戦いだったけども、最低限のね、仕事はできたんじゃないでしょうか。ヤクルト先発高橋奎二。6回94球、4安打6三振、1四球1デッドボール2失点と、まあ試合はまとめ上げたからね、まあ勝ち星つけてやりたかったけどもね、まあなんとかっていうところだったけども、ロッテはね、初回いきなり先制っていうところで、この日ね、3番に入った中村がね、これドンピシャで采配が当たって、ね、ツーランホームラン。ね。しかしヤクルト、1回の裏にね、ワンアウトから山田がセンター前ヒット。で、ワンアウト一塁から長岡のね、タイムリーツーベースになるんだけども、まあ、ここもね、
佐藤としてはね、やっぱ外外打たれてるから、やっぱ打ち攻めなきゃいけないって言って、インコースね、こう1点のにもかかわらず、西野が投げ切れないで逆球アウトコースいって打たれるっていうね、こういったところやっぱりピッチャーしっかり投げ切らなきゃいけないよね。で、3回の裏、ワンアウトからね、山田が、変化球甘いところ入ったのをレフトスタンドでホームランで同点。ね。で、6回裏に、2アウト2塁から中村がね、レフトへ、勝ち越しのタイムリーツーベースね、レフトオーバーになってね。だからここもワンアウト1塁からね、ダイソー並木の盗塁成功。これが大きいよね。だからこれでね、ヤクルトやっぱ勝ち切らなきゃいけない中で、またもね、9回、先頭角中がね、粘って粘ってフォアボール、これでかかったね。で、外がレフト前ヒットでノーアウト1、2塁。で、佐藤投手は送りバントを決めて、高部敬遠。で、ワンアウト満塁から、ね、トモスリーに代わって代打ポランコ。で、またもや、ライトへ同点タイムリー。で、ワンアウト満塁から、ここで決めきらなきゃいけないロッテはね。で、小川三振、代打大下ね、セカンドゴロというところで、まあ、なんとかね、山本、ね、ポランコには打たれるけども、小川大下をね、踏ん張ったっていうところはね、大きかったし、まあ、ここでスパッと変えたのもね、良かったかなとは思うけどもね。まあ、その後両チームなかなかね、チャンスもなく、そのまま引き分けになるんだけども。まあ、ヤクルトで言えば、もうここだね、勝つチャンスがあるとすれば、この5回ね、先頭ピッチャー高橋奎二がセンター前。で、1番丸山はね、送りバンド。で、これがね、友杉が捕球ミスね、ポロンチョ。痛い。ね。そして、ノーアウト一塁、ビッグチャンスを作って、山田三振、長岡ライトフライ、村上セカンドフライと。ここで1点でも取れてたらね、勝てたんじゃないのかなっていうところが、ヤクルトのポイントとしては、この5回裏ね、無得点になってしまったことが結局ね、取れるべき時に取れないとこうなるっていうね、試合展開になっちゃったかなと。まあ、ロッテはね、2試合連続9回によく踏ん張って、本当はね、2勝、1勝2敗で負け越してたかもわからない中ね、1勝2分けは十分な成果だったんじゃないでしょうか。続いて、中日対西武。ね、西武ライオンズ、松井監督休養して、渡辺さんの部、監督代行ね、初陣というところになりましたけども、3対0で中日の完封勝利というところで、中日先発高橋宏斗。7回3分の119球、4安打5三振、1四球無失点と、まあ、ストレートにも力あったしね、低めの変化球、特にスライダーね、いい感じで投げれたかな、とね。西武先発今井、5回78球、3安打7三振、1四球3失点。まあ、3安打だからね、踏ん張ったよね。そういったところではミスもあってね、ちょっと自責点もね、自責点で言えば1かな。自責点も1だね。だからミスで痛かったね、本当にね。ちょっと監督ね、変わっても空気感変えれなかったかなっていう中でね、中日は、3回裏、先頭岡林がツーベース。で、高橋宏斗、これも、まあ、このツーベースもね、レフトのコルテロ、何やってんっていうね、どうしようみたいな。バッと。で、ツーベースになって、で、高橋宏斗の、送りバント、今井がね、フィルダーチョイスで悪送球、ここ1点入って、で、ノーアウト二塁。ね。で、村松がセンターフライの間に三塁タッチアップして、田中美也のね、スクイズ成功っていうね。でもこれ高橋宏斗もね、このセカンドからあのタッチアップのね、走塁スライディングも良かったし、ツーストライクね、ツーボールツーストライクからこのスクイズ、ベンチを采配。クッと。ね。しかもそれを田中美也しっかり決め切ってね、このスクイズ。ミスから得たチャンスで2点先制っていうのは大きかったし、で4回裏ディカーツのね、ライトスタンドでホームラン。まあ、このね、3点をしっかり守り切ったっていうね。で、西武はもう4安打だからね、ほぼチャンスだし。唯一のチャンスはもうこの2回の表。先頭中村拓也センターツーベース。で、昼間ショートゴロ。ここもね、西武はね、もう4番とか5番とかね、3番とかもう全く関係ない。全員が1点取るためにやらなきゃいけないことをやらないきゃいけないっていうところでね、この昼間ね、まあ、バッティングの状態最近いいとはいえね、このツーボールワンストライクからやっぱ引っ張り込まなきゃいけないよね。最低でも引っ張り込んで、進塁打もしくはライトフライでね、タッチアップで進塁させるっていうような、もうそういう細かいとこやっていかなかったらね、何も考えなしに打ってても、まあ、今年ね、成長させるため、来年に向けてだったら俺は全然いいと思う。でもまだ今年、最低でも3位狙っていくっていうんだったら、こういった細かいところをちゃんとやらないと、ただでさえなかなか点取れないのに、余計取れなくなるよね。で、まあ結果ね、リリーフ陣もしっかりね、ドラゴンズ踏ん張ったっていうところで、ね、清水マルチェスをね、しっかり踏ん張れたからっていうね。だから西武もね、8回表、ワンアウトからね、ここがフォアボール、そして代打平野がライト前ヒット、ワンアウト一塁、ここでね、ピッチャー清水に、変わって、まあ463ダブルプレーっていうね、源田が打ち取られて、しっかり最後はね、もうマルチェス神様いますからね、トントントンと抑えて勝ち。まあドラゴンズとしてはね、ミスをついてしっかり2点先制してホームランでいって、あとは投手陣で踏ん張り切るっていうね、完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。続いて、中日対西武。ね、29日の試合0対1で西武の勝ちっていうね、ところになりましたけども、西武先発ね、隅田。8回99球、4安打6三振、無四球無失点。素晴らしいピッチング。
ぱあの低めのあのチェンジアップね、あれフォークか、あの落ちる系ね、めちゃくちゃ腕も振れたし、よかった。で、中日先発小笠原ね、8回117球5安打7三振1四球1失点、こちらも素晴らしいピッチング。先週はね、やっと援護点取ってくれて勝てたけど、また無援護状態にね、なったけども、もう西武はね、どちらも5安打4安打だから、ほぼほぼね、チャンスなく来た中で、もう西武はワンチャンスものにしたっていうところでね、6回先頭源田がセンター前で起死送りバント失敗、これ痛かったよ。この流れでね、俺も点が入んないんじゃないのかと思ったけども、殿崎がね、内野安打。これでね、1、3塁になって、中村拓也は三振するけども、2アウト1、3塁から、広間のね、サードゴロ、まあ、ショートの前ぐらいってね、まあ、そっからね、取って必死で投げたけども、広間のね、ファーストヘッドスライディング、ね、これプロ野球ニュースの解説でも言ったけども、白線がね、ふわーって粉みたいになって、リクエストあったけども、いつ手がベースについてるのか全くわかんないから、リクエストできつっていうね。で、セーフ。あれ逆にアウトだったら、あれでわかんないから、そのままアウトになってたかもしれない。でもここでね、1点取って、まあ、これをね、しっかり逃げ切るっていうところでは、隅田ね、アブレイをしっかり逃げ切ったかなと。で、まあ、中日的にはもうね、ほぼチャンスなかったけど、8回ね、2アウトから木下岡林連続ヒット、2アウト1、3塁でチャンス作るけども、代打大島がね、サードファールフライ、これね、佐藤が取ってね、カメラマン席にね、落ちちゃったっていうのもあるけども、これしっかり取ってね、佐藤。グップレー。ね。で、9回にも、ワンアウトからね、福永デッドボール、ディカーソンフォアボールで、ツーアウト1、2塁チャンス来るけども、最後ね、細川初球ね、ドン詰まりのピッチャーゴロ、1、4、3ダブルプレイっていうところでゲームセット。ね、西武としてはもう、最初で最後のチャンスをしっかりものにしたっていうところもあるし、あとはね、しっかり粘り切ったからと。ドラゴンズはチャンスで1本出なかった。30日も、3対0西武の勝ちということで、このカードね、2勝1敗で西武の勝ち越しになりましたけども、この試合もね、中日、1本出なかった。ね、西武先発竹内。5回3分の2、89球、4安打4三振、無四球無失点。これフォアボールがね、無四球っていうところがやっぱりいいよね。で、その後平井佐藤ね、松本アブレイユとね、繋いでしっかり逃げ切り勝ち。中日先発柳。5回87球、8安打3三振、1四球3失点っていうところで、西武はね、初回、ワンアウトからね、左馬2ベース、外崎フォアボール。で、広間がね、センター前ヒット。で、ワンアウト満塁からね、この岸のショートゴロ、6、4、3、ダブルプレーで終わりかっていうところがね、誰ブルプレーならずっていうね、もう必死のヘッドスライディング。だからまあ、俺はあんまりね、その前日の昼間のヘッドスライディングもそうだけど、怪我したら怖いからね、どうなんやっていうところはね、まああるけども、やっぱこのね、監督が変わったことによって、選手たちの危機感もひょっとしたら生まれたかもわかんないね。その中でね、この必死さが生んだね、もぎ取った先制点だったかなとね。で、6回にもね、先頭、トノサイがレフト前ヒット。で、広間がセンター前ヒット。で、ノーアウト1、3塁から岸がね、センターへタイムリーヒットで追加点。で、ノーアウト1、2塁から佐藤が送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁からコルデロがね、犠牲フライきっちり打って、3点目っていうね。で、ここもね、まあ、一番難しいのが、5回裏にね、中日はね、チャンスを作って、ワンアウトからね、7番田中美希が内野安打。で、8番ね、柳が送りバントを決めるけどもね、竹内がファーストへ悪送球っていうね。で、これでワンアウト1塁になって、9番ね、加藤、ここで代打ビシエドが出て、ビシエドセンターフライ、岡林ファーストゴロ。このチャンスでね、中日としては1点取りたかったんだけども、ここで加藤に代打が出るんだよね。で、6回に失点するんだけども、木下が行ってね。これね、まず、難しいのよ、めちゃくちゃ。先発変わってないのに、キャッチャーだけ変わるって、途中から行くキャッチャーをそこまでどんなピッチングで良かったのかって、それは横から見てるけど、受けてないから分かんないんだよね。その中で誰が正解かなっていうところで、リズムをね、崩す可能性があるの。だから、先発のキャッチャーがボロカスやって、次から行くのは新しいことやるから成功しがちだけど、前のピッチャーが前のキャッチャーがうまくやってて、途中から行くとね、このキャッチャーが変わったからリードが悪いとかっていう、ほんとバカなやつがいるけども、これめちゃくちゃ難しいからね、キャッチャーで言うと。だから俺いつも思ってた。キャッチャー変えるんだったらピッチャーを変えてくれって言って。めっちゃ難しいよ。今日何が良かったか横から見てるだけだったらまだわかんないのにっていうね。ところではね、その3点目が、入ったっていうところはね、西武としたら大きかったけども、ね、ドラゴンズとしたら7安打、まあ1本チャンスで出ないっていうね、6回にも先頭福永ね、センター前ヒット出るけども、ここで牽制でね、アウトになるっていうね。で、7回も村松と田中美希がね、連続ヒットでチャンス来るけども、ノーアウト1塁から、代打カリステがね、ダブルプレイ、で、起動したかね、ライトフライ、ね。で、9回にもね、先頭細川フォアボール。で、中田がレフト前ヒット。ノーアウト1塁でチャンス来るけども、村松がね、センターフライ。で、田中美希が最後4、6、3ダブルプレーで終了っていうところで、去年の中日に戻ったようなチャンスは作るけど、1本出ないっていうね。逆に西武はね、しっかりそれをね、防ぎ切って、リリーフもね、ランナー出すけども、なんとか踏ん張り切ったっていうところでは、西武のね、2勝1敗で勝ち越しは素晴らしいカードだったんじゃないでしょうか。
続いて DeNA 対楽天、28日の試合、6対1で DeNA の勝利というところで、ケイが3勝4敗、ポンセ3勝4敗というところで、ケイね、6回3分の2、101球、3打5三振、4四球、1って、まぁ、ちょっと雨もあってね、制球最後乱したかなっていうところもあるけども、前回同様ね、まぁ、キャッチャーは甘めに構えながら、そこからまっすぐカット、ツーシームチェンジアップ系を投げていくっていうところで、まぁ、まっすぐの勢いもあってね、いい形のピッチングになったし、楽天先発ポンセね、6回91球、9安打2三振、2四球、6って、だからね、めちゃくちゃ良かった時とね、フォーム見比べた感じ、やっぱね、ちょっと、あの時はね、右足の軸にしっかり溜めて、そこからね、ちょっと低くね、スワーっていう感じだったけど、今、状態高いね、あの時に比べると、俺はそんな感じがする。もうちょっとスワーっとこうね、こうなんちゅう、足の粘りを出して、足と足先出していってっていうことが良かったのよ。あの楽天戦ね、楽天のホームでね、投げた時に。だから全体的にね、ちょっとふわってなってて、下半身の力を使えないで上半身になってるから、あの時のストレートに比べたら、やっぱ質が悪いんちゃうかなってね、そのフォームのバランスの問題だけだと思うけどね。まあ、その中で DeNA ね、初回、先頭エビナツーベース、で、森ファーストゴロでしっかり進塁打で三塁、で、オースティンのところで、ワイルドピッチってパスボールだけどね、あれは取らなきゃいけないよね。キャッチャーの石原ね。で、オースティンフォアボール。で、筒香ファーストゴールでアウトになるけども、ツーアウト二塁から、宮崎がね、ライトへタイムリーツーベースで2点先制。これミスだからね。まあ、1点は取られたかもわかんないけど、2点目はなかったような気がするな。でも3回の表ね、村林石原が連続ヒット。で、ポンセがしっかり送りバントを決めて、ワンアウト13塁から小郷がね、セカンドゴロの間に1点を取るっていうね。まあ、ここでね、徐々に行きたい中で DeNA は3回裏すぐにね、また海老名がツーベース。森三振するけども、オースティンもツーベース。で、筒香タイムリーヒットの宮崎内野ゴロの間に1点っていうね、中でしっかり点取られても倍返したっていうところで2点取って、で6回の裏にもね、岩本のタイムリー、そして西浦のタイムリーで2点、もう先生なんか押し球をしてね、いい形で取って、もう雨もあってね、だから雨もあるからね、どんどん行かなきゃいけないところで、まあ DeNA はね、しっかりチャンスをものにできたっていうところもあるし、まあ楽天としてはね、3本だからチャンスほぼなかったね。でも7回ね、このフォアボールもね、あり、ツーアウト満塁のチャンスを作って伊藤、代打伊藤っていうところでね、雨でね、もうそこでコールドゲームって言ったところだから、ちょっと楽天的には不運だったね。でもまあ5点差あるから、あれでホームラン打っても1点差だからね。まあなかなか厳しい。ちょっと DeNA の干渉っていうところだね。楽天ではちょっとね、やりたいことができなかったっていうところもある試合展開でしたね。まあ初戦はね、6対1で DeNA の勝利でした。DeNA 対楽天、29日の試合、4対0で楽天の勝利というところで、楽天先発、うちね、5回66球、3安打2三振、1四球無失点というところで、まあ球数も少なかったし、なんて言ってもね、フォームが良かった。このね、右手が広がっていかないで、体の近くを通って投げ下ろしていく感じでね、角度もあったしね、非常に素晴らしいピッチング。で、DeNA 先発、ジャクソン。5回3分の2、88球、3安打5三振、2四球1デッドボール3失点というところでね、まあ最低限の試合はね、作れたかなっていうね、序盤は非常にね、本当に良かったけども、楽天はね、5回、2アウトからね、太田が先制の、ホームラン、頑張ってる。ね。そして6回、小郷がライト前。で、ここで小郷が盗塁成功して、村林がしっかり進塁打を打つ。ね。で、辰巳デッドボール。で、ワンアウト1、3塁から、ここでも辰巳が盗塁して、で、浅村が犠牲フライ。で、鈴木大地フォアボールの2アウト1、3塁からね、ピッチャージャクソンから坂本に変わったけども、渡辺がね、レフトにタイムリーヒットっていうね、こういったところでしっかりね、盗塁も決めて、右打ちもしてっていうね、できる限りのことをしっかりやって2点取ったね、この5回の裏の楽天の2点の取り方はね、非常に良かった。素晴らしい。ね。で、その中、ね、7回表、先頭ね、太田がツーベース。で、こう、田中和樹、しっかり送りバンド決めて、三塁の形を作って、大郷がね、タイムリースリーベースっていう形でもうダメ押し。まあ、このワンアウト三塁からね、村林辰巳、ここでもう一点ね、取りたかったけども、ね、なんとか長川がね、踏ん張ったっていうところはあるけども、まあ、DeNA はね、あともう、ほぼノーチャンスなんだけども、まあ、初回もランナー出すけども、オースティンが643ダブルプレーね。で、3回にも先頭飛ばしが出るけども、西浦が643ダブルプレーね。で、5回にも、宮崎佐野が連続ヒットでチャンス来るけども、ワンアウト一塁で戸柱が463ダブルプレーと。ランナー出すけども、まあ、前半3つのダブルプレーでチャンスを潰す。まあ、そうなってきたらなかなか難しいよね。そういった意味ではね、DeNA としてはもう完敗。楽天としてはね、作戦も立てながら、しっかり進塁打も打ったり、犠牲になることもして、得点に結びつける。そして先発が頑張る。ね。で、その後、鈴木、酒井、孫、則本とね、まあ、4点差あるけども、前日負けてるっていうところで、しっかり勝ち切るために、リリーフもしっかり使って勝ち切った素晴らしい試合だったんじゃないでしょうか。
そして30日、6対5で楽天の勝利ということで、このカードね、2勝1敗で楽天の勝ち越しになりましたけども、昨日はね、J スポーツオンデマンドで、ケチャップさんとミキさんと佐々木でね、解説実況楽しくワイワイね、やってましたけども、楽天先発ね、藤井、5回106球、9安打6三振、1四球2失点っていうところで、まあね、ストライク先行で勝負できたっていうところで、まあヒットを打たれたけどもね、フォアボールが1個で粘り強いピッチングでね、まあ藤井らしさっていうところは出たんじゃないでしょうか。で、DeNA 先発したね、5回3分の2、98球、4安打3三振、3四球3失点と、まあ球速はあんまり出てなかったけども、緩急つけて制球、しっかり立ててね、丁寧にしっかり投げ切ったんじゃないのかなと、思います。で、初回、楽天はね、ワンアウトから村林がね、レフトスタンドで先制ホームラン。軽くね、軽くポーンって回転だけでね、打った感じで素晴らしいホームランでしたけども、で、3回裏ね、DeNA、エビナがレフト前ヒット。で、ここでね、牽制に誘い出されてね、アウト、タッチアウト、ね。で、盗塁し、みたいな感じだったけども、その後森ライト前ヒット。で、ワンアウト一塁からオースティンがね、タイムリーツーベースっていうね、まあ、ここね、無得点で終わりかけたところをね、しっかり得点まで結びつけるっていうところは良かったけども、その後ね、ワンアウト二塁から筒香宮崎佐野と続くところでね、ここで追加点ね、DeNA は取りたかったね。そして4回裏もね、山本が連続ヒット。で、ここで石田のスリーバント失敗痛かって、やっぱりここでね、やっぱこれね、3回のチャンスのそのままの流れ、そして4回のこのランナー、ノーアウト1塁から石田が遅れなくてスリーバント失敗。で、エビの森が続けなくて無得点。これがね、この試合のね、敗戦の一番のね、キーポイント要因だったと思う。ね、しかし5回裏にね、宮崎が2アウトからね、ライトスタンドへホームランを打って、勝ち越しっていうところでね、あ、このまま行くかなっていう流れで、取られたらすぐ取るっていうね。で、楽天、6回表ね、藤井に代わって代打平、フォアボール。で、小郷に内野安打。まあ、これは仕方ないかなっていうね。で、ノーアウト1塁から今度村林がね、きっちり送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁から辰巳のファーストゴロ。これ1塁間転がったから、さすがにあれオースティンホーム投げちゃダメっていうところでね、ファーストに投げて1点同点になって、で、2アウト3塁から浅村がフォアボール。で、2アウト1、3塁から鈴木大地がね、レフトに。バットの先っぽだったからね、あんまり伸びなかったけども、まあ、佐野、ポジショニングはまあ、あれぐらいやと思うけども、まあ、なかなかね、前前進したけども、追いつかず、落ちて、3対2、逆転っていうね。で、7回に、ピッチャー伊勢、先頭太田フォアボール。だからこれね、結局6回も7回も先頭フォアボールから。で、そのメジャーの統計によると、先頭フォアボールを出したら、50% の確率で点が取れるらしい。で、先頭ヒットだと、33% の確率での得点っていうところでね、やっぱり先頭フォアボールの方がヒットに出るよりも得点確率が高いっていうね、データがあるみたいですね。で、そんで太田がフォアボール。そして代打茂木がね、センター前ヒット。で、ノーアウト一塁からここでね、小郷が送りバントじゃなくヒッティングにしたっていうのが良かったね。で、センターへのタイムリーヒットでさらに追加点。で、ノーアウト一塁から村林がここで送りバント。この流れ良かったね。解説でも言ったけども。ね。で、ワンアウト2、3塁になって、辰巳がね、レフトへ、2点タイムリー、ツーベースで、まあ、これでね、6対2。ああ、もうこれでね、試合決まったかなと思ったけども、7回裏ね、2アウトから、オースティンフォアボール、筒香ね、内野安打っていうところで、宮崎がね、2アウト1、塁から、レフトポール直撃、スリーランホームランで1点差。わあ、これ万が一もう1個なんか、あるかなって思ったけども、その後ね、孫則元に、シャットアウトで抑えられて、6対5ね、楽天の勝利になりましたけども、やっぱりこの4回ね、3回4回、ここの DeNA の攻撃がね、やっぱりまずかった。ね、石田の送りバントできなかったとかね、こういったところがね、やっぱり取れる時に取れないとこうなるっていうね、試合展開でしたかね。まあ結局楽天はね、2勝1敗の勝ち越し、いいね、カードだったんじゃないでしょうか。続いて、広島対オリックス。2対1で広島の勝利というところで、広島先発どこだ ?7 回99球、8安打4三振、2四球1失点と。まあ、毎回ね、ランナー出すけども、なんとかね、失点1に抑えて粘り強いピッチングっていうね。で、8回9回は島内栗林がね、完璧なリリーフでシャットアウトっていうところでね、逃げ切り勝ち。オリックス先発エスピノーザ。6回88球、3安打7三振、2四球2失点。もう初回のフォアボール2つ痛かったね、もう完璧だからね。正直、広島4安打。ね、ほぼ初回だけ、ビッグチャンス攻撃。ね、ワンアウトから、野間菊池が連続フォアボール。これが痛かったよね、スピノーザね。で、琴の内野ゴロに取るけども、ツーアウト一三塁からね、末金がライトへ先制タイムリーヒット。でもその前一三塁からね、琴のがしっかり盗塁して、これ2点先制っていうところでね、いい形の先制。ね。でも、その後ね、ほぼノーチャンスだからね。まあ、3回でもね、野間がヒットを打つけども、盗塁アウト。まあ、ここら辺はね、アグレッシブに行くっていうね。ところもあるけども、で6回でもね、ワンアウトから野間がねツーベース打つけども菊池小園が連続三振っていうねところでもうほぼチャンスなくで8回裏ね、フォアボール2つっていうところもあるけども、
林がフォアボール、ここでダイソー発言が出てきて牽制でアウトっていうね。まあアグレッシブだからね、まあ仕方ないっちゃ仕方ないけどね。その後松山内野安打で秋山フォアボールでワンアウト一塁チャンス作るけども、野間菊池連続三振っていうね。だからまあオリックスも踏ん張ってるけどね、オリックスも毎回ランナー出すけども得点奪えずっていうね。初回も、ツーアウトから中川フォアボールだけど続かず、2回も先頭紅林レフト前ヒットを打つけども、その後ね、西川頓宮アウトになって宗がヒットを打つけども、ここでね、ここがセリーグの難しさよね。9番エスピノーザ三振っていうね、ピッチャーになっちゃうっていうね。で3回もワンアウトから福田がレフト前ヒットを打つけども中川ダブルプレー。で4回にはね、森ヒット、紅林アウトになるけども、西川がレフト前ヒットで、これ、ワンアウト、一三塁からね、頓宮が犠牲フライっていうところでね、しっかり1点をもぎ取って、あと1点差っていうところもあるけども、5回ね、ワンアウトから太田フォアボール、福田がセーフティーバントナイスバントだったね、あれで、1、2塁になるけども中川堀のね、クリーンナップが1本ですっていう、ね、で、6回にも頓宮が、西川がね、センター前ヒットってランナー出るけども、頓宮のピッチャーライナーね、あれだ、あとトコでよく取ったけどね、飛び出してダブルプレーね。で、7回でも先頭宗がレフト前ヒットで出て、西野がね、送りバント決めるけども、太田福田がヒットが出るっていうね。最後の1本狙いね。で、8回、9回は島内とね、栗林にシャットアウトっていうね。広島としてはね、もう初回の2点、虎の子の2点をね、しっかり守り切ったね、床田、島内、栗林ね、素晴らしい流れだったし、床田もね、ランナー出すけども、粘り強くっていうね。エスピノーザは本当に初回の西球が痛かったなっていうね、その他ね、完璧なピッチングだっただけにね、で、オリックスはね、チャンス作る、なんか、お膳立てまではできてるけどね、最後仕留めきれないっていうところがなかなかね、厳しい試合展開だしね。まあ、初戦はね、広島の2対1で勝利でした。広島対オリックス29日の試合、14対0で広島の勝利、オリックス3安打、もう解説しようがありませんっていうね、ところでしたけども、オリックス先発田島、4回84球、8安打3三振、無四球6失点、その後井口が5失点の山田が3失点で、計14失点、19安打。広島、先発森下、7回108球、3安打5三振、1球無失点っていうところでね、その後のハーンめっちゃ良かったね、グッピッチ。ね、この後ね、どういうピッチングになるのかっていうところはあるけども、めちゃくちゃいいね、感じの投球だったっていうね。その中でね、広島先生、初回ね、秋山センター前ヒット。で、2番矢野が送りバントを決めるんだけども、田島、矢野足速いから、もうその情報入れとこう。そんなゆっくり取ってファースト投げてたらもう走ってるよ。で、これセーフになって、ノーアウト一塁。で、菊池送りバントを決めて、ワンアウト二三塁から琴野のね、ショートゴロ。まあ、ここはもう1点 OK っていう状況だからね、1失点っていう中ではこういうね、油断、その意識、もったいないよね。で、3回の裏、先頭森下がライト前ヒット。ね。で、秋山アウトになるけども、矢野がね、センターへ、タイムリースリーベース。で、ワンアウト三塁から、こう、菊池の時、田島がね、まあ、何が、どうなったか分かんないけども、もうスーパーコートをして、バックネットに一直線っていうね。で、ワールドピッチ。ね。で、ほな、その、末金がね、ツーランホームラン。ね。で、4回には秋山のタイムリー。ね。で、5回には、先頭、坂倉フォアボール、宇草ヒット、相澤タイムリー。で、まだ森下がタイムリー。で、秋山もタイムリー。矢野もね、犠牲フライ。そして琴野がね、タイムリー悩んだっていうところで一気に5点。で、7回にもね、相澤のタイムリー、大堀のタイムリーっていうところでね、これで一気に14点。ね、この日プロ野球ニュースに出てね、言いましたけども、ね、7番宇草が5打数2安打、8番相澤4打数3安打3打点、9番森下3打数2安打1打点の1番秋山4打数3安打2打点。それはこの回からの上位の流れね、それは点入る。で、しかもね、クリーンナップも小園5打数3安打2打点。で、末金5打数2安打2打点1ホーマーね。そらもうね、点入る。ね。でも森下のバッティング、素晴らしい。オリックス、言うことないです。乾杯。14対0、広島の勝利でした。そして30日、8対2、オリックスを逆転勝利というところで、もう前半戦見てたら、これカープ3連勝だなって正直思ったけどね。オリックス先発斉藤京介、5回77球、4打3三振、1球1デッドボール2失点。非常にね、頑張ったね。いいピッチング。まあ、まっすぐのね、コントロールも良かったし、この変速ホームっていうところでね、変化球の、制球、高さっていうところも非常に良かったんでね。これはもう将来にわたっては非常にね、いいピッチングだったと思います。で、広島先発、栗ね、6回108球、3安打6三振、3四球無失点。気合入ってたね。腕の振り良かったね。低めの方かな。変化球もすぼり良かったね。そういった意味ではね、気迫をこもったピッチングだけに、勝たしてやりたかったけどね、気合入ってたよ。ね、その中広島はね、2回裏、ワンアウトからウグサデッドボール、そして石原のサードゴロを、これも 5-4-3 ダブルプレーで終わってたよ。それをね、セカンド太田が、もうキャッチボールミスだよね、普通の。
焦ったかな、ボール切るの、目から切るの早かったか分かんないけども、補給ミスでエラーね。でワンアウト一三塁になって、クリーのところでね、セーフティースクイズ成功ね。でここでね、カープとしてはもうカープも今試合もね、取れる時に取んないからこうなるみたいな。でこのスクイズの時にピッチャーね、斉藤京介は一塁側のボールね、グラブトスでホームでも、キャッチャーの森はもうホーム無理やと思って、前にね飛び出した瞬間に入れ替わりになってね、ボールが点々とバックステッドの方にね転がっていくっていうね、ところでは、まああとね、斉藤京介も序盤だからね、ここ2回無理しないでファーストで1点でよかったよ、ここも1失点仕方ないっていう感じでね、そこら辺は今後も含めてね、経験で余裕を持ってね、考えることをねしていこう。でもその後ね、ワンアウト2、3塁からね、この秋山のピッチャーゴロね、ここでもう1点取れてればね、このミスに乗じてね、それちょっと結果的には大きかったよね。で4回裏にもね、先頭奥坂センター前ヒットで、ここで石原のところでね、まあ、ワイルドピッチなんだけど、森完璧に止めたけどね、完璧に止めてめちゃくちゃいいブロッキングだったけども、その一瞬のブロッキング、別にそんな大きく弾いてないからね、カーブが前に来て体の腹のところで止めて、完璧なブロッキングの形、完璧なブリッキングだったけどもね、ファーストランナー宇佐がセカンド走塁、グッグッ走塁、あの隙ね見逃さず、でもオリックスバッテリーの落ち度は全くないけどね。で、ノーアウト二塁になって、石原の内野ゴロの間に、ウクサが三塁へ。で、ワンアウト三塁からね、クリがライト行き生フライのガッツポーズ。あれ、若干変化球高めに抜いたね、斉藤京介。あれ、低めにね、行きたかったなっていうところもあるけどもね、ここでクリがしっかりね、犠牲フライを打って痛いで、これも完全に勝ったと思った、この流れ、5回までのね。で、オリックスはね、序盤からね、チャンスを得るけども、一本出ない。初回もね、ワンアウト一塁から森紅林が連続三振っていうところもあるしね。なかなかね、フォアボールも含めてランナー出る。4回表、紅林、中川、頓宮、フォアボールでノーアウト満塁のチャンス作るけども、8番横山、3-2-3ダブルプレー。このダブルプレーになった瞬間に、やっぱり負けるなって正直思った。前半見てて。で、斉藤京介三振っていうね。で、5回、6回、三者凡退で抑えられて、このままの流れでいくのかなっていう中で、7回ね、ピッチャー栗から矢先に変わって、先頭頓宮、サード内野安打。小園が後ろ下がっちゃってね。バックステップで送球になって、送球も良かったし内野安打。もうあれは前でしょ。前行かないとアウトになんないよ。さすがの頓宮でも。で、その後横山三振。で、その後ね、ワンアウト一塁から代打西野がライト前ヒット。で、ワンアウト一三塁。これ大きかったね。西野。頑張って。ね。で、ワンアウト一三塁から福田がタイムリーヒットを打って、で、ここで矢崎から堀江に代わって、西川をね、フォアボール。この西川のフォアボールも痛かったね。やっぱり、ピッチャー変わって、まあ、急だったと思うよ、この展開だったらね。でもストレートのフォアボールはテンション下がるね。でこのね、西川のフォアボールの後、ワンアウト満塁から太田がね、ライトへ得意のね、右打ちね、自分のミスを取り返すっていうところでね、タイムリーヒット。でここでファーストランナーの西川が三塁狙ったのを、中継ね、ライトファーストの坂倉で、それが坂倉がサードへ投げたら、なんとサード小園が全く見てない、ボケーっと本見てて、で送球が来てね、見てないから、もうそれがね、ファールグラウンドへ、点々と行って、西川がホームに帰ってくる。小園、ダイバート!どこ見てんねん、どこ見てんねん、ボール1個しかないねんで。こう小学校の時からよく言われてる、ボール1個しかないねんで。好きだね、好き。もう、すべてです。こういうのからね、バタバタバタって来るからね、ちょっとこの週末のね、カープね、ちょっと注意だね、初戦特にね。こういうのほんとね、神様見てるよ。俺もあったのよ。まだ2軍の時だけど、ロッテでね。ファーストランナーがピッチャー投げました、キャッチャー取りました、キャッチャーがピッチャーへ返すっていう時に、ファーストランナーがいつもこうやって下向いてファーストベースに帰ってたから、これ投げたらアウトになるなと思って、俺がキャッチャーへ取ってピッチャーに返す振りで、このままピッチャーこっちだった、このままこう投げたの、ファーストにめっちゃいい球投げたので、ファーストランナー下向いてるからね、でファーストランナー下向いてたので、奇跡のファーストも下向いてて嘘やろって言って、両方下向いてるから、投げた瞬間、それ、ライト線抜けていったのよ。で、こっからが奇跡。ライトも下向いてたのよ。嘘やろ。で、おい、ライト行ったぞって言ったら、ライト下向いてるから分かんなくて、ライト、そのまま前走ってきたのよ。前に。そしたら、こっちじゃん。こっち側転がっていってるやん。ボール転がっていったのに前走ってきて、このまま U ターンで取りに行って、ファーストランナー、ほぼ帰ってきたわ。俺のエラーで。嘘やろ。これ佐々木のおもしろ話でした。ファーストランナーが下向いてるから投げたのに、まさかのファーストも下向いてて、ライトも下向いてて、誰も見てませんでした。その状況です、ことのね。でそれで1点入って、でその後森紅林の、ね、連続フォアボール、これも痛かったよね。
で、その後ワンアウト満塁からね、中川三振するけども、頓宮の押し出しフォアボールだからね。まあ、これ、きつかったね。で、5対2。ね。で、9回にもね、頓宮のタイムリーヒット、西野のタイムリーヒットで3点ダメ押し、8対2っていうところで、まあ、カープとしたら完全な勝ちゲームの流れだったのに、ね。やっぱそういった隙、ミス、フォアボール、かなり痛い敗戦になったし、ね。で、8回裏ね、小園、坂倉、ウグサのね、連続ヒットでワンアウト満塁チャンス作って、この状況ではまだ5対2、同点チャンスあるっていう中で代打の間三振。で、松山もね、センターフライ、ここで展開せずっていうね、ところも最後の攻撃がね、実らずっていうところだったけども、やっぱりね、せっかく状態よくカープも来てるのにね、こういう試合ね、したらもったいないね。正直ね、やっぱいい時に隙が生まれるからね、この週末ね、どういう展開になるのか、そこら辺まで気にしてね、見ていきたいと思います。しかし結果はね、2勝1敗でカープの勝ち越し、交流戦ね、ちょっとね、流れがいつも悪いカープにとったらね、昨年はやっとね、五分の引き分けになったけども、こういったところでね、しっかりね、勝ち越した初戦カード大きかったんじゃないでしょうか。さあ続いて、巨人対ソフトバンク。この試合ね、王貞治サンデーっていうところでね、開催されましたけども、2対0でホークスの勝利っていうね、ソフトバンク先発有原、6回99球、3安打3三振、3四球無失点っていうところで、素晴らしいピッチング。その後、ヘルダス、松本、オスダ、ノーヒットで、しっかり勝利をね、ものにするっていうね。で、巨人先発山崎より、6回103球、5安打6三振、1四球1デッドボール、1失点と。まあ、こちらも踏ん張ってるけどね、もうこれはもう攻められないね。まあ、その中でね、話題になったのがね、佐々木が、交流戦のイベント的に言った、ジャイアンツ戦、頑張るのは7時かなっていうね、ところで、SNS でもね、ちょっとね、盛り上がってましたけども、7時になった途端、5回の表ね、栗原がライトスタンドへ先制のホームランで1点先制っていうね。で、7回にはね、ワンアウトから代打柳町がレフト前ヒット、で、シュートセンター前ヒットで、ワンアウト1、2塁、今宮フォアボール、で、ワンアウト満塁から、柳田のね、内野ゴロの間に1点を挙げるっていうね。ところで、まあ、これがダメ押しになってね、2対0でホークスが勝つんだけども、ジャイアンツヒット3本だからね、もうほぼほぼノーチャンスだったけども、まあ、この3回ね、新戦力減るなんですかね、レフト前ヒット。ね。で、ワンアウトから山崎よりがバンドで送って、ツーアウト二塁、丸がフォアボールで、ツーアウト一塁からオコエがね、サードゴロで1点取れずっていうね、ところと、まあ、問題はここだね。皆さんの興味があるのはね、6回の裏、先頭ね、山崎よりに代わって代打立岡、フォアボール。で、ここで盗塁成功。で、丸はね、内野安打セカンドで、ね、最後スライディングしてね、セーフっていうね、ところで、で、ノーアウト一三塁から、オコエがね、送りバンドなんだけど、これね、俺は、誰かが間違ってんちゃうかと思うんだよね。ここで送りバンドはね、絶対ないと思う。ありえないと思う。だから、あるとしたらもうセーフティースクイズだったと思うんだよね。セーフティースクイズだったのを、三塁ランナーの立岡がサインミスしたか、もしくはスタートに躊躇したかだけだと思う。あれはもうね、立岡そのまま突っ込んできてたら、まず甲斐が取りに行ってる時点でもうホーム絶対ないから、取りに行って、あれ後ろ向いて投げる、ほぼ絶対ない。で、そんなことしてる間にセーフになる。だから、あれね、作戦は俺セーフティースクイズだったんちゃうかなって思うんだよね。それかも誰かが間違ってるか、お声が間違っちゃったか、立岡が間違っちゃったか、もしくは、分かってたけどスタート遅れちゃったかだけやと思うんだよね。あれはね、本当に突っ込んでたらセーフだったんで、あそこで送りバントは絶対ないと思うんだよね。まずセーフティースクイズをして、1点同点にしてから、ワンアウト二塁のチャンスを作って、吉川岡本でなんとか逆転していこうっていうベンチの俺は作戦だったと思うから、誰かがサインミスしてるか立岡のスタートミスだと思う俺はね。だからあそこ本当に突っ込んでいったら絶対セーフだったんだよね。キャッチャー取ってから後ろはねもう考えづらい、そんな練習もしてないしね、正直。で、まあこれからねバンドで三塁ランナーストップして送りバンドになってワンアウトに三塁で、吉川のセカンドゴロを、これも三塁ランナー立岡が躊躇したんだろうね。ホークスね、セカンド広瀬かね、ちょっとジャックルするけども、そこからホームに投げてもねアウトだったっていうところで、あそこはもうギャンブルスタートでも俺はもう良かったと思うけどね、絶対点取りに行くっていうなったら、でまた中途半端に行ってアウトになって、もう走れないんだったら走らなくてよかったのよ。どうせ挟まれる必要ないから、そのまま残ってたまだ 2,3 塁で岡本だったわけでしょ。だから無駄に行く必要もないんだよ、もう行けないんだったらね。だから全部が中途半端だったね。もうそれか作戦ももうギャンブルスタートでよかったんちゃうかって俺は思うけどね。で、2アウト1、3塁になってから岡本フォアボールで、2アウト満塁から坂本がライトフライで1点取れず。もうここが本当最後のチャンスだったからね。9回岸田先頭フォアボール出るけども、まあその後ね、3者連続三振になるし、8
8回もね、三者凡退で9回オスナが出てきて、先頭岡本がフォアボール出すけども、坂本三振、最後岸がね、ダブルプレーっていうところで、ヘルナンデス松本オスナにね、きっちり抑え込まれるっていうところで、やっぱり6回はね、何かのミスやと思う。ありえない、送りバントは。正直。ピッチャーでもないのに。で、まあ普通に打たしても内野ゴロだったら1点は絶対入ってたからね。だから絶対セーフティースクイズで1点取ってランナーセカンドにして、吉川岡本であと1点絶対企んだと思う。それを、三塁ランナーがスタートを躊躇してミスったか。で、その後のギャンブルスタートは作戦としてはした方が良かったかなってね、思うけど、なんか巨人としては、完敗だけど、なんかコローンっていうね、消化不良の試合展開になったかなっていうね、まあそこら辺をしっかりね、コミュニケーション取ってミーティングして、万全を期してね、また今日どう戦うかっていうところが注目ですね。ということで、先勝ね、2勝、2対0でソフトバンク、先勝でした。巨人対ソフトバンク、29日の試合、1対0、巨人12回延長、サヨナラ勝ち、というところで、まあ、両チームね、チャンスは作るけども、一本出ない、っていうところで、ソフトバンク先発大関、7回93球、2安打6三振、1球無失点、その後、ヘルナンデス、松本、津森、藤井、最終号、オスナが打たれる。で、巨人はね、先発掘った、5回3分の2、89、5安打1三振、2球無失点、その後、大江、西舘、高梨、バルノナード、泉、ケラ、平内でしっかりサヨナラ勝ちで逃げ切るっていう感じでね、まあ、やっぱりシュートがね、やっぱり肝だね、ホークスはね。そこが機能しない。あとはね、チャンス作るけど一本出ないっていうね。まあこれはね、お互いのチームそうだけども、ソフトバンク的にはね、2回先頭山川がツーベースで出るけども、その後ね、1点、1本取れないとかね。で、4回でもね、ツーアウト1塁チャンス作るけども、栗原、サードゴロね。ここら辺はね、ピッチャー掘ったかね、なんとかね、抑えていくっていうところで、まあ、勝ってる時はね、チャンスでポンポンって出たけども、で、6回でもね、ツーアウト1、3塁チャンス作るけども、今度がね、見逃し三振。この大江のアウトコース、制球めちゃくちゃ良かったね。グッピチ。ね、掘ったから大江に変わってね。で、あとは終盤はね、結構きつかったけど、9番先頭、10回ね、栗原がライト前ヒット、川瀬送りバント失敗。この失敗だかっていうの、こういうとこやっぱりきっちり決めきれないからね、流れ悪くなる。でも11回もね、フォアボール2つでチャンス作るけども、栗原がね、三振っていうね。ところでは、なかなかチャンス作るけどね、ソフトバンクは得点できなかった。まあ、巨人としてはね、このビッグチャンスはね、これ8回、ピッチャーヘルナンデスに代わってね、先頭長野がフォアボール。で、代打マスターがね、送りバントをね、決めるんだけども、まあ、その前にね、重信が盗塁して、ダイソーのね、で、送りバントを決めるんだけども、ヘルナンデスがファーストへゆっくり送球して、マスター足早いからね、そのままセーフになって、ノーアウト1、3塁。ね、で、ここでマスターがね、盗塁。で、ノーアウト2、3塁になってから、萩尾丸連続三振。で、ヘルナンデス敬遠して、吉川がね、ショートゴロっていうね、ここで1点取れてすんなり勝ったけどね、まあ勝ったからいいけどね、これ負けてたらこの試合ね、ここで1点欲しかったっていうところもあるし、9回もサヨナラのチャンスでツーアウト1塁ね、門脇のショートゴロもなるし、なかなかね、サヨナラのチャンスで点取れなかったけども、12回裏ね、ワンアウト2塁から吉川がね、ピッチャーオスナから、ライトオーバーのね、サヨナラツーベースっていうところで、まあその前ね、ヘルナンデス、まあ右と左違うけどね、詰まってショートゴロだったから、絶対詰まらないようにっていうところでね、タイミングをね、早めにしたっていうところが、あの高めのストレートね、上からかぶせてね、ライトオーバーになったっていうところでは非常にね、グッバッティングっていうのもあるし、こう、オスナね、コメントでちょっと集中力がね、変えてたっていうところもあるけども、それもね、わかる。もう9回ぐらいからね、まあ、たまにブルペンがね、映るんだけどね、映像で。常に作ってた。いつ行けるように。だから、チャンス、点取れない。はい、まだ俺じゃない。作って俺かな。俺じゃない。作って俺かな。俺じゃないって、これね、何回も、多分ね、延長9回ぐらいからね、マイニングしてたと思うよ、それ。だからそういったところで、このね、ちょっと気持ちの持っていき方が難しかったっていうのはね、正直あると思うね。だから、まあ、打たれたからね、って言っても、ちょっとね、オスナはね、わかる。気持ちが。その何回も作ってやめて、何回も作ってやめてっていうね、ところは難しかったんじゃないのかなって。もうそう考えたら、まあ、極論的にはこれ結果論だけどね。そう考えたら、もう、まあ、基本ね、裏のチームは、点、最後ね、取ったら終わりだから、いいピッチャーから投げさせていくっていうね。で、ソフトバンクも、まあ、点取ってからね、勝ってから最後守護神で締めたいっていうところもあるから、気持ちもわからなくもないけども、何回も行ったり、もう車のノッキング状態だからね、ノッキング、ウィン、ウィン、ウィンみたいな感じだから、まあ、正直もう投げさせてもよかったかなって、これもう結果論だけどね、そこら辺はオスナはね、ちょっと調整は本当にね、難しかったと思います。はい。でも吉川、よく打ちました。30日の試合、巨人対ソフトバンク6対5で巨人の勝ちということでね、逆転勝ち。このカード2勝1敗でジャイアンツの
勝ち越しになりましたけども、ソフトバンク先発東浜、5回73球、5安打2三振、1四球6失点。もう魔の3回だね。あの回だけ。で、巨人先発ね、高橋で、3回76球、8安打3三振、2四球5失点。まあ、フルスね、ホークス相手に抑えたかったところだったけどもね、まあ、打ち込まれるだったけども、その後ね、4回から投げた井上、45球、ノーヒット、5三振、無四球、無失点。グッペッチ素晴らしい。まっすぐカット、スライダー、フォークね、非常に変化球も低めに投げながら、対ね、右バッター、インコースね、クロスの対角線も投げ入れだしね、非常に素晴らしいピッチング、だったと思います。その中でね、ソフトバンクは2回先制、山川レフト前、近藤栗原アウトになるけども、みのみのりがフォアボール。で、2アウト1塁から甲斐がね、レフトへ、先制タイムリーヒット。で、東山フォアボール。これ痛かったよね、高橋レイはね。で、2アウト満塁から柳町タイムリーヒットの川瀬がヒットで繋いで、柳田がね、内野安打っていうところで一気に4点。で、3回にはね、2アウト1塁から甲斐がね、センターへのタイムリーヒットっていうところでね、1点追加。で、その後ね、東山のところでね、結局スクイズ、これ決まらなかったのがね、まあ、痛かったよね。これを決めきってれば、ね、もう1点取れてただけに、やっぱりね、まあ、この時点でもう5対0だからね、まあ、6対0、まあ、5対0でも勝てるやろっていうところあったけども、結果的に言うと、取れる時に取れないからこうなるっていうね。でも、3回裏ね、先頭、岸田のね、二遊間の頃、三森がファンブルね。で、ここでなんかね、親指かなんかが当たったらしくてね、守備がね、今宮と川瀬に変わるんだけども、このミス痛かったよね、結局ね。で、縦横フォアボール。で、このフォアボールも痛かった。で、代打北がショートゴロ、ワンアウト一三塁になってから、丸がタイムリー。で、フェルナンデスが、来日、レフトスタンドへスリーランホームラン。かかって。で、吉川つないで、岡本がまたホームラン。かかって。2本のホームランで、一気に6対5、逆転。でもこの4回以降両チームほぼ攻撃しない。だからもう3回もで、これ大きかったね。これもソフトバンクからも勝つと思ったけど、よくねジャイアンツも逆転したっていうところもあるけども、結局ホークスはね、その東山自身のね、そのスクイズで1点取れなかったっていうところと、やっぱりね、その三森のミスね、でその後のフォアボール、これがもう完全に痛かったね。逆に巨人はね、ヘルダンデスのスリーラン、ね、岡本のホームランっていうところで、この交流戦ね、この次のカードに向けてはね、めちゃくちゃ好材料で進めるっていうところでは非常にね、素晴らしい勝ち方だったと思います。井上、高梨、バルドナードね、ランナー一人も出さず、4回以降ね、シャットアウト、グッピッチ、グッケーブだったと思います。結果、巨人の2勝1敗、勝ち越しでした。29日、阪神対日本ハム、8対2で日本ハムの勝利というところで、日本ハム先発、伊藤大海、5回96球、6安打2三振。4つのフォアボールで2失点とね、まあなんとか踏ん張ったかなっていうね。まあここいち早くね、交代してリリーフにつなげたっていうところは、まあ新庄監督もね、ちょっと今日調子悪いんじゃないのかな、あまり良くないのかなっていうところで、変わったのかなっていうところはありますけども、まあしっかりね、責任イニングはね、しっかり、抑えたっていうところではね、非常に良かったんじゃ、ないでしょうかっていうね。しかもね、5回、まあしっかりね、しのいだっていうところもあるしね、やっぱ甲子園でね、新庄監督も勝ちたいっていうところもあるのかもわからないですけども、まあいい感じのね、系統だったんじゃないでしょうか。で、阪神先発大竹、6回89、8安打2三振、無四球4失点とね、まあちょっと不運だったけどね、自責点が3かな?自責点3っていうね、ところでっていうね。で、まあこの試合もね、新庄監督、まずね、打順がハマったっていうところで、1番レフト水谷、4打数3安打2打点。で、2番2万台持ってきて5打数2安打2打点1ホーマーっていうところで、こういったところもね、やっぱ監督の一番の仕事は、誰が使ってどういう打順を使うかっていうところでね、この打順が見事にはまっていい形っていう中で、日本ハムね、2回表先制、ワンアウトから松本ライト前で、タミヤがね、レフト線ツーベース。ここでね、このレフト前側ね、あれはね、やっぱ取らなきゃいけないね。しかも、やっぱり左だからね、左っていうことは、あの、ライト線に、右だったらね、こう行かなきゃいけないけど、この左って言ったらね、こっちで、ね、この右手で行けるっていうところで、あの、まだね、若干のアドバンテージあるっていうところでやっぱ届いてたからね、あれはね、やっぱ取ってやらなきゃいけないんちゃうかっていうね。で、まずそれがライト線取れず、で、ランナー2、3塁になってから、石井のショートゴロを木浪が本塁へフィルダーチョイス。で、それが悪送球になって2点。日本ハム先制だけども、あれもね、二遊間寄りの球取ってから逆ターンでホーム。2回で考えれば、もうあんな無理な体勢から投げないで、あそこはしっかりワンアウト取って、で、2アウト3塁にして、水野を打ち取ったら1点で済んだかもわかんないからね。
まあそういったところではこのね、まあエラーは一つだけど、まあ佐々木的に言うとミスが二つ。で、2失点はね、序盤では痛かった。あの、北見の判断は本当にね、あれはファースト全然良かったと思うよ。ね。しかし4回裏ね、前川、木浪のね、2人がヒットを打って、2アウト1、2塁チャンス作って、大竹がレフトへタイムリーヒット。さすが六大学。ナイスバッティング。グッバッティング。ね。しかし、5回表、万波のね、2アウトから水谷レフト前、万波レフトスタンドでホームランという、このね、打順がまんまとハマってね。この2点大きかったね、日本ハムとしては。でも阪神もね、5回裏、中野フォアボール、森下レフト前、そして大山のファーストゴロをマルティネスがファンブル、エラー。慌てる必要ない。一つ良かった。で、これノーアウト満塁ね。で、渡辺亮が、センターへの犠牲フライを打つんだけども、ここで左中間抜けるかな、抜けないかなっていうところの、フライだったけども、センターね、松本が、しっかり取ってアウトにするんだけども、ここで問題がね、セカンドランナーの、森下ね。基本、まあ、チームによってオーダーがあるから、一概にこれが全てとは言えないけども、基本、ノーアウトのセカンドランナーはタッチアップ。何が起きてもタッチアップ。で、それで万が一、フライが抜けたり落ちたりして本塁に帰ってこなかったら、これは仕方なくて OK。ね。だから、あの、ヤクルト対ロッテ戦のオスなんかそうだったね。で、それをハーフウェイ取ってもいい。取るけども、取られるって分かったら一目散にベースに帰ってタッチアップ。これが基本。それなのにもう、取るまで、逆にね、取ったぐらいでね、もう一歩二歩三塁の方に進塁してたからね。で、それによってタッチアップできないで、ワンアウト一塁になって、前川坂本がアウトになって一点取れず。ここはね、もう一点確実に取れたからね、そういったところではこの森下の走塁っていうのはめちゃくちゃ痛かった。ね。で、7回に、水谷のタイムリーね。そして8回に、水野、そして磯端のタイムリーでダメ押しで8対2というところでは、日本ハムはね、いい形の勝利になったし、逆に阪神はね、その2回のミス、そして5回裏の走塁ミスっていうところがね、取れる時に取れないで、無駄な失点をするっていうのが、結果的に痛い試合になったんじゃないでしょうか。結果8対2、日本ハムの勝利でした。そして30日、0対6で日本ハムの勝利ということで、まあ、初戦ね、雨で中止になったんで、このカード2勝、まあ、日本ハムの勝ち越しは決定。あと1試合はね、予備日で行われるのかなっていうところでしたけども、この日、なんと驚いたのが、ね、前日1、2番で躍動した水谷、万波の打順を万波、水谷に変えるっていう1、2番。そしてなんと今日先発、山崎幸也を6番で使うっていうね、もともと3番で使おうかなとかって言ってるけどね、これがまたハマるっていうところでね、で、阪神先発西ね、4回70球、7安打3四、1四球1デッドボール4失点、ね。で、日本ハム先発山崎幸也、7回102球、3安打8三振、2四球無失点というところで、山崎幸也はやっぱり、ね、腕振れてたね。しっかり腕振れてた中、変化球も低めにコントロールできて、まあバッティングもすごかったけども、ピッチングとしてはね、非常に素晴らしい。グッピチッと、思います。まあその中でね、まあ、阪神はね、全体的になかなかチャンスなかったかな。この5回裏、ね、先頭森下がツーベースを打って、まあ、なんとかチャンスっていうところだけども、その後梅野、木浪、そして大田、三井続かず。まあ、でもこの時点で6対0だからね、もうあの、打っていくしかないからね。だから何気に、その後もね、毎回ヒットでランナーは出るけども、まあ、連打が続かず、まあ、4安打でね、敗戦になったんで、まあ、ちょっとなす進めなかったかなっていうね。で、日本ハムは、2回ね、ワンアウトから、松本センター前、で、山崎幸也フォアボール。で、ワンアウト1、2塁の時に、セカンドランナー松本が3投を試みて、ここタッチアウトっていうところだけども、ここはね、俺、盗塁してもいいと思うんだよね。やっぱワンアウト2塁だったら、俺、2アウト2塁は、まあ、よっぽど隙がない限り、そこまでして盗塁する意味あるかなって思うけども、ワンアウトの2塁いる時は、盗塁できたらワンアウト3塁になるからね。そしたら一気に得点チャンスも広がるっていうところでは、まあこうアウトになったけどもね、この盗塁を試みるのは悪くなかったんじゃないのかなと。で、3回にもね、2アウトから万波、デッドボール、水谷、2ベースっていうところで、2アウト2、3塁チャンス作るけども、郡司がセカンドゴロ。だから2回、3回チャンス作るけども1点も取れずっていう中で、4回表、先頭マルチネス2ベース。で、松本が、レフト前ヒット。で、ノーアウト1、3塁から6番山崎幸也が、なんとセンター前にタイムリーヒット。ね。で、ノーアウト一塁になって、ここで伏見がね、送りバンドをして、ピッチャー、西幸、三塁フィルダーチョイス、アンド悪送球でランナー帰ってきて、なおもノーアウト二三塁。
で、水野がライトへタイムリーヒットっていうところで、まあ、前日同様にやっぱミスが失点に絡むっていうこの2試合ね、もう本当にチームとしてのバランスが悪いよね。で、しかもこのね、西も多分この山崎福也にヒット打たれてちょっと焦ったんだろうね。身長穏やかじゃなくて焦っておいみたいな感じで焦って無理やり三塁、もうタイミングもセーフだったからね。で、悪送球だから全部がね悪い方向に進んで、この動揺焦りっていうのがね全てに影響したからと。で、一気に4失点で、5回にもね、マルチエース、松本が連続ヒットでノーアウト2、3塁チャンス作って、またも山崎たちは、ここはピッチャーゴロでアウトになるけども、伏見のね、セカンドゴロの間に1点を上げて、で、2アウト3塁から水野の、サードゴロ、渡辺がファンブルエラーっていうところでね、またポロンチョして、これもまた1点。で、6点目。だからちょっとミス。全体的なミスが響いた。まあ、得点できなかったからね、どっちにしても負けたけども、まあ、ミスがね、響いた失点っていうのは非常にね、大きかったのかな。逆にね、日本ハムはいい形のね、得点を結びつけて、2試合連続ね、打順が素晴らしい結果をね、生んで、新庄監督、グッキオでした。伏見、投打にわたる二刀流、素晴らしい。結果ね、6対0、日本ハムの勝利。まあ、あと1試合残ってますけどね、このカードは、まず2勝で、日本ハムの勝ち越しは決定しました。さあ、ということで、金曜日からもう送り事項行きましょう。まずは日本ハム対 DeNA。日本ハムの皆さん、DeNA ね、宮崎がね、かなり打つよ。だからね、そこら辺ね、気をつけて。あと結構ね、どんどん走ってくるからね、そこをね、しっかりね、防いでいきましょう。ね。DeNA 皆さん、日本ハムね、そういうね、盗塁、進塁打、送りバント、こういうとめっちゃきっちりしてるから、その中で隙をついてね、点点点ってどんどん取ってくるからね。あとね、打線とかいろいろ変わってくるけどね、それ戸惑っちゃダメ。ね。そういったところでね、どういう試合展開になるのか、今状態でね、とにかく先頭出さないようにね、気をつけていきましょう。ね。楽天大学と、楽天の皆さん、ヤクルトね、なんやかんや言いながら勝ってないけど、やっぱ長岡一番状態いいから、長岡はね、気をつけていきましょう。あと、オスナとサンタナがね、若干ネギ味だから、そこね、起こしたら終わっちゃうよ。はい、ヤクルトの皆さん、楽天ね、オゴ。オゴはね、この交流戦のイベントで名前と顔を打ってね、覚えてもらいたいって言ってるだけあって、このね、初戦のカードから打って打ちまくってるから、オゴが一番でね、かき乱しちゃうと、得点になっていくからね、オゴ、気をつけていきましょう。西武対巨人。西武の皆さん、巨人ね、ヘルナンデスもホームラン打って、岡本もホームラン打ってね、これいい勝ち方してきてるからね、これ流れあるから、空中戦になる可能性あるから、気をつけて。ジャイアンツの皆さん、西武ね、監督変わってアグレッシブね、必死でやってくるからね、食らいついてくるよ。そこら辺ね、引いてしたら終わっちゃうから、攻めて、ね、頑張っていきましょう。高橋コーナーね、来るよ。ちょっと高めに浮いた変化球あったら、それ狙っていきましょう。ロッテ対阪神。阪神の皆さん、ロッテ粘り強い。終盤来るからね。ねえ。でも結局ね、外、ポランコ、岡、沖野、気をつけて。角中ね、あと、ここのベテラン勢だから、これ気をつけて、ここだけ。ね。ロッテの皆さん、タイガースね、ちょっとミス出てるから、ね。ミスつくのうまいでしょ。ね。ロッテは、そういったところで、ね、ミスが出た時にしっかり得点に結びつけてやっていこう。で、ゾゾマリンね、天気も悪いからね、やらかすからね、走って、全力疾走、忘れずに。はい、オリックス対中日。中日の皆さん、オリックスね、3連敗で流れ悪く来るかなと思ったら最後逆転勝ちしたから、息を酔うと来るからね。そういったところではね、連打で来るから、一発っていうのでも連打で来るからね、しっかりそこ防ぎ切って、あと無駄なフォアボールね、そこはやめていきましょう。はい、オリックスの皆さん、ドラゴンズね、ちょっと最近ね、チャンスでね、打てなくなってるから、ピンチを作っても動揺することなく、逆にフォアボールを出さないで、攻めて行きましょう。はい、ソフトバンク対広島。カープの皆さん、ソフトバンクね、ちょっと流れ落ちてる。ここね、一気に行きがち、一気に行けるところ。ね、しかし、ね、木曜日の試合みたいに、ね、隙見せたらやられちゃうよ、一気にね。そういったところ、集中して、ね、しっかりボール一個しかない。ね、やっていきましょう。はい。ホークスの皆さん、カープね、勢い乗ってきてるからね、連打、あと盗塁したり、足使ったり、いろんなこともしてくるね。今状態いいね。でもちょっと隙見せてるところが突きどころだからね。そういった意味では、大振りしないで、コンパクトにね、しっかり、どんどんって長打だけじゃなくて、繋いでね、大振りしないけど、積極的にやっていきましょう。さあ、ということで終わりです。金土日ね、交流戦2カード目。どうなるのか、天気が悪い。その時はこれから、千葉テレビ、サンテレビの解説で、ロッテ対阪神戦解説に行ってまいります。それでは。